どうも皆さん、こんばんは。焼き鳥鍋の肉です。こんばんは。ということで、今日はね、大人の街、西川口。今日はいつもの焼き鳥鍋ではなく、水泳さんに行って、コロナをね、解除してもらおう。西川口、結構ね、昔はこうちょっとね、南西人が、そうだね、みたいな感じで、今ね、ガラッと変わったって聞いたからね。ここで、今日も美味しいもつ焼きを食べに行きたいと思います。はい。注文いいですか？あ、はい。すみません。焼き豚のこちらで、すみません。失礼しました。はい。白でしょ？はい。軟骨でしょ？はい。きつね食べたいね。あとししとう。ししとう？しいたけ？3、4、5、6。味付けってお任せみたいなのできるんですか？タレでいいですか？書かなくて大丈夫です。はい、じゃあこれでお願いします。何年ぐらいやられてるんですか？ここでは12年。12年、ここの前があるんです。この前、当時の向こう側でもってお店を出してて、2店舗前はやったんですよ。へえ。それもう40年。40年。西川口のお店を出して40年。すごいですね。景気はどうですか？景気は最近良くないですね。ああ、やっぱ良くないですね。白とレバー、つくねですね。タレがからってて美味しそうです。軟骨とししとうとしいたけ。しいたけも石漬けがついてるね。美味しそう。うまそう。ししとうから焼き鳥じゃねえのか。やっちゃうよ。野菜からってのはないでしょ。じゃあやっぱちょっとね、あっさりしたもの。そうだね。豚の軟骨ね。いただきます。おいしい。多分ね、なんか音がここまで聞こえて。おいしい。ししとう。こう好きなんですよね。ししとうね、いつもどっか行くたびに勝手に頼んでるもんね。結構苦いの好きなんで。ああ、確かに確かに。おいしい。しいたけ。しいたけはもう言わずものかな。いただきます。うまい。ね、うまそう。でっかいね。しいたけのしいたけ汁がいいね。しいたけ汁いいね。四つ切りにタレ食べます。なんか煮込んでる感じがする。あ、そうなんだ。だからそういう色なのかな。美味しい。しっかりして美味しい。入れば。これも豚ですね。安心、しっかり。しっかり火に入ってるから、ここのお店は。豚だよね。豚です。ここ唐揚げ。肉がどうしても唐揚げ食いてる。揚げ物食いてる。やっぱね。でもしますね。いただきます。キャベツかい。はい、どうぞ。北海道産のキャベツ。バカだね。結構ね、好きなんですよ、タコの唐揚げ。うま。こんなにうまいものが世の中にあるのか。焼き鳥より食ってんね、でかい。ちょっと今日はね焼き鳥そういう気分、そういう気分でね。美味しゅうございました。ティッシュあったの。声がちっちゃいな、二人とも。美味しゅうございました。ティッシュ朝。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。